人はあなたです。ああ何かの犯人なの、美咲ちゃん。心当たりはないですね。はぐみ、何をしているんだい？探偵ごっこだよ。最後にみんなを集めて、探偵がビシッて犯人を指さすの。私知ってるわ。昨日の夜に見た映画の探偵さんもやっていたもの。あ、心も見てたんだ。そうだよ、名探偵シバ vs 大怪盗ミケ。変装して美術館に潜り込む怪盗さんを探す探偵さん。予告の時間までに見つけられるのかしらってドキドキしたわ。うんうん、怪盗に迷路を盗まれちゃって追いかける時もハラハラして息をするのも忘れそうだったよ。探偵も怪盗もかっこよかったな。でもね、はぐみ、私たちはもっとかっこいい怪盗を知ってるじゃない。あ、そうだった、怪盗ハロハッピーだね。おや、ハロハッピー、今頃何してるんだろうね。わからないわ。でもきっと世界中のお宝を盗んでるのよ。美術館の名画や幻の宝石、時には形のないものだって。あれ、でも人のものを盗んじゃダメなんだよね。きっと理由があるのよ。お宝を守るためだったり、本当の持ち主に返してあげたりね。あ、昨日の映画もそうだったよね。かっこいいな、ハロハッピー。はぐみも探偵になって、ハロハッピーみたいなかっこいい怪盗と勝負がしてみたい。それで映画の探偵みたいにかっこよく怪盗を捕まえるんだ。心とはぐみが望めばきっとできるさ。怪盗はそれを望む者のもとに降り立つものだよ。そっか、じゃあハロハッピーに会えますように。それならお祈りしましょう。これはなんか企んでますね、カオルさん。何が起こるか楽しみだね。楽しみなのかな。さあ、緊急ハロハピ会議よ。議題についてはもうみんな分かってるわね。ハロハッピーから届いた予告状のことだよね。投稿したら下駄箱に手紙が入ってて、ちょっとびっくりしちゃった。私もかな。私もさ、まさかハロハッピーから予告状が届くとはね。文面はグーテンターク、親愛なる公敵主へ、来たる新月の晩、月を望む城に参上し、大切なものを頂戴しよう。怪盗ハロハッピー。これはきっと怪盗ハロハッピーから私たちへの挑戦状ね。挑戦されたなら受けて立つのが礼儀よ。それにとっても楽しそうだわ。うん、楽しそう。予告状が届くなんて本物の探偵になったみたい。でもちょっと意味がわからないところがあるよね。月を望む城？望むって願うって意味よね。お月様が欲しいお城ってことかしら。そっか、そこにハロハッピーが現れるんだね。いや、全然意味わからないし、二人もどこのことだか分かってないでしょう。月を望む、望む月。あ、それって望月のお城ってことじゃないかな。望月のお城？かのちゃん先輩、それどういう意味？
望む月って書いて望月、満月の別名だよ。お城の名前が望月城とかそういう意味じゃないかなって。すごいわ、カノン名探偵みたいね。望月城調べてみますね。あれ、あったけどこのお城今は残ってないみたい。え、じゃあ間違ってるってことかな。そう決めるのはまだ早いよ。予告状にはまだ気になるところがないかい？気になるところ、最初に書いてあるグーテンタークってなんだっけ。なんか聞いたことはある気がするけど。グーテンタークはドイツ語でこんにちはって意味よ。昔うちのパーティーに来たオーケストラの指揮者の人が言ってたわ。パーティー、オーケストラ、本当にスケール違うね。あ、心物知りだね。でもなんでドイツ語なんだろう。一つ目の謎と二つ目の謎合わせて考えてみるのはどうかな。一つ目と二つ目、望月とドイツ語？ドイツ語で望月ってなんだろう。ドイツ語だとフォルモーントだって。なんかかっこいいね。じゃあミー君、フォルモーント城で調べてみてよ。ちょっと待って、あった、ここから割と近い。うん、やっぱりカノンは名探偵ね。100年ほど前に建てられた山の頂上に立つ城、持ち主の集めた様々な美術品が展示されているという。うん、きっとここだよ。予告状の謎は解けたわ。次の新月の晩、フォルモント城でハロハッピーと対決よ。向かってハロハッピーを捕まえようね。もちろんよ。そうだわ、今回の勝負を新曲にしましょう。え、ハロハッピーとの勝負を？ねえ、あたしたちハロハピ探偵団の曲よ。きっととってもワクワクする曲ができるはずだわ。ハロハピ探偵団楽しそうだね。ああ、私も同じ気持ちさ。決まりね。それじゃあハロハピ探偵団出動よ。おお。フォルモーント城はまだかしら。いや、まだ先のはずだよ。慌てなくても大丈夫、怪盗は逃げたりしないさ。そっか、楽しみだな、ハロハッピーとの勝負。今度はどんな面白いことをしてくれるんだろうね。怪盗は常に想像を超えてくるものさ。きっとはぐみの想像も超えてくるんじゃないかな。じゃあ、映画みたいに空とか飛んで現れたりするのかな。それと魔法のような不思議なマジックを使っていたわ。きっとハロハッピーもできるはずよね。ああ、怪盗ならきっとできるはずだ。心たち盛り上がってるな。カオリさんもなんか期待を煽ってるし。ミサキちゃん？ああ、ごめんなさい、カノンさん、ぼーっとしてました。こっちこそごめんね、ここまで結構かかったもんね。それもなんですけど、昨日ちょっと遅くまで映画見てて、あの心とはぐみが見たっていう探偵と怪盗のやつ。あ、私も見たよ。心ちゃんたちの言う通りとっても面白かったな。はい、確かにクライマックスとかどうなるかわからなくてハラハラしました。結局怪盗さんは探偵さん
それすらも怪盗さんの計画通りってかっこよかったな。探偵さんと怪盗さん両方のファンになっちゃったよ。ハロハッピーもきっと同じくらいかっこいいところを見せてくれるんだろうね。楽しみだな。そうですね。ココラたちもなんかすごい期待をしてるし、カオルさん大丈夫かな。ある富豪所有の城だが、最近はほとんど使われていないらしい。たまに映画などの撮影に貸しているようだけどね。あ、そういえば CM で見たことあったかも。ハロハッピーの予告状の件を伝えて、持ち主から鍵も借りている。大切なものを守ってくれと言っていたよ。さすがカオル君、準備万端だね。いや、本当に。私も怪盗ハロハッピーの活躍を楽しみにしているからね。もちろん、心とはぐみの活躍も。期待していてちょうだい。きっと、ハロハッピーを捕まえてみせるわ。まずは、お城に入って中の探索を。やあ、よく来たね。ハローハッピーワールドの名探偵諸君。この声は。あっち、お城の窓のところ。ハロハッピー、現れたわね。私の出した予告状の謎は解き明かしたようだね。さすが、私が見込んだ名探偵たちのことはある。はぐみたちが力を合わせれば解けない謎なんてないもんね。まずは挨拶に参じたまでだ。今日必ず諸君らの大切なものを頂戴しよう。ではさらばだ。いけない、ハロハッピーが逃げてしまう。みんな急いであの部屋に向かおう。ええ、ほら、はぐみ、カノン、ミサキ、行くわよ。この部屋の窓にいたはずだがいないね。もう逃げられてしまったということか。まだこの近くにいるかもしれないわ。みんなで手分けして探しましょう。迷子にならないようにしないと。じゃあ、かのちゃん先輩は、はぐみと一緒にいよ。はぐみちゃん、ありがとう。決まりだね。ではみんな、また後で。どうするの、カオルさん。おや、何のことだ。ココロたち、どんどん期待が上がってるじゃん。どうやってあの期待に応えるつもりなわけ？決まっているよ。全力で怪盗ハロハッピーを演じるだけさ。それに今回は、心強い共演者、いや、共犯者がいるからね。だろ？私の共犯者さ。はぁ、あ、下駄箱の手紙を見たときはびっくりしたよ。私も心たちを楽しませる手伝いをしろうだなんて。それでも、美咲は私を手伝うことを選んでくれた。さすが美咲、優しいね。その思慮深さと、あの豪華客船で怪盗ハロハッピーの正体に唯一気づいたその洞察力。やはり美咲は、怪盗ハロハッピーの共犯者として申し分ない。全力で褒められてるんだろうけど、あんまり嬉しくないのはなんでだろう。あと、私に演技は期待しないでね。大根もいいところだから。ああ、もちろん。怪盗はこの瀬田カオルが、儚く演じきってみせるよ。美咲は裏方として、私の晴れ舞台を支えてくれ。
そうすればきっとみんなが楽しめるショーが出来上がるはずさ。ならいいけど。それで、この後はどうするの？心たち、怪盗が現れたって大騒ぎだけど。もちろん、心躍る演目を用意しているよ。心たちの期待を決して裏切ることはしない。私は心たちの望む怪盗を演じ、心たちは彼女らが憧れた探偵になれるのさ。いや、それをどうやるのって話なんだけど、だって心たちの言う怪盗って空を飛んで現れて魔法みたいなマジックを使えるんでしょ？改めて言うと現実離れしすぎてる気がするんだけど。そうだね。私もあくまで怪盗を演じるだけで、本当の怪盗のような人間離れした能力を持っているというわけではない。けれど、代わりに私には演技力がある。この力で彼女たちが望む怪盗になりきってみせようじゃないか。言っとくけど、空を飛んで現れるとか、本当の怪盗でも無理だからね。まあ、カオルさんに計画があるならいいけど。心配無用さ。今回の計画を立てるにあたって、このお城を借りたりと、黒服さんたちにも協力してもらっているんだ。いろいろと準備するために、一度下見にも来ている。先ほどのスピーカーの声も、その時に仕込んだものさ。ついでに言ってしまえば、その時に現れた怪盗ハルハッピーも、私の等身大パネルを声に合わせて黒服さんに窓に出してもらって部屋に向かっているうちに回収してもらったという寸法だよ。え？そこまでしてるの？なんていうか大変だね。そんなことはないさ。上演時間は数時間でもその何倍もの時間稽古をする。役者はそういうものだし、バンドだって変わらないだろ。だから私は今日という舞台のために惜しみない準備をした。それだけのことだよ。へえ、さすがカオルさん、おもてなしの鬼。で、私はこの後どうすればいいの？そうだね。差し当たってまず岬には。うん、とりあえず、私がやることは分かったよ。うまくやれるか分かんないけど、できる限りのことはするから。ありがとう。とても心強いよ。さて、そろそろみんなのところに戻ろうか。うん、そうだね。あんまり待たせたら怪しまれるかも。それでは改めて。さあ、儚い痛快活劇の幕を上げようか。あ、美咲も来たわね。遅れてごめん。みんなもう集まってたんだ。ええ、ハロハッピーは見つからなかったわ。美咲はどうかしら。え、ああ、いや、私も見つからなかったよ。美咲ちゃんもか。それに予告状にあった大切なものも見当たらなかったね。上手な絵とか彫刻とかいっぱいあったけど、どれも大切なものだもん。一つに決められないよ。なるほど。絵といえば、そこに飾ってある絵もすごいね。題名は望月か。美咲ちゃんも思った？私も最初にこの部屋に来た時見とれちゃった。他にもっと大きな絵はいっぱいあるのにね。うん、はぐみも。なんだか夜空に飛び込んだみたいな気持ちになるよね。きっとお月様が大好きな人が描いたのね。とっても素敵な絵だわ。ねえ、カオルはどう思う？あら？カオルが戻ってきていないわね。もしかしたら迷子になっちゃったのかもしれないわ。あ、さっきカオルさんに会ったけど、
大切なものの心当たりがあるから一人で調べに行くって言ってたよ。そうだったのね。カオルくん、大切なものが何か分かったのかな。さすがカオルくんだね。私たちも負けていられないわね。必ず大切なものを見つけて、ハロハッピーの企みを阻止しましょう。でも、お城の中は一通り調べたよね。それっぽいものなんて、やっぱりなかったような。そうだわ。お城なら、地下があるかもしれないわね。あ、秘密の地下室ってやつだね。どこかに入り口が開く、からくりがあるんだ。あ、本棚の方を動かすと開くやつだね。ああいうの、秘密基地みたいでドキドキするな。本を動かすと本棚が動いて、階段が出てくるの。階段を降りた先には、迷路のような空間が広がっているんだわ。うーん、本当に映画みたい。すごいや、フォルモート城。なんか盛り上がってるけど、1から10まで全部妄想だから。はあ、もう、カオルさんまだかな。ほっとくと心たちの期待がどこまでも高まって。やっ、真っ暗になっちゃった。みんな落ち着いて、きっとすぐ電気がつくから。あ、ついた。あ、やあ、諸君。大切なものを突き止めることはできたかい？ハロハッピー！真っ暗だったのに、どこから現れたの？愚問だね。私はどこにでも現れることができる。なぜなら私は、大怪盗ハロハッピーだからさ。ああ、役者って舞台の真っ暗な中で動いたりするもんね。この望月の城での勝負、今度は私が勝たせてもらうよ。今回も絶対に負けないわよ。だって、私たちはハロハピ探偵団だもの。そうか。ならば、さらなる挑戦状だ。え？そこの可憐なお嬢さん、ポケットに何があるかな？わあ、急に手紙が現れた。あ、どうやったの？ハロハッピーお得意のマジックね。私は必ず大切なものを盗みに参上しよう。では、さらばだ。消えちゃった。美咲、手紙を見せてちょうだい。うん。この場所で最も大きいものの前で待つ。今度は短い文章だね。大きいもの。それなら間違いなく、このお城そのもののことね。もしかしてハロハッピー、このお城を盗んじゃうの？いや、それはさすがに。こうしてはいられないわ。みんな、お城を盗まれないようにしましょう。でも、カオルさんがまだ来てないよ。はぐれちゃうかもしれないから、待った方が。おっと、私のことを呼んだかい。お帰りなさい。遅かったけど、大丈夫だった？カオルさん、肩で息してる。急いで着替えて戻ってきたんだろうな。ああ、ちょっとお城の中で迷ってしまってね。盛り上がっているようだけど、何かあったのかい？ハロハッピーが現れたのよ。カオルがいなくて残念だったわ。ああ、それは確かに残念だ。ハロハッピーの華麗なマジック、私も見たかったよ。あれ？カオルくん、さっきいなかったよね。なんでハロハッピーがマジックをしたって知ってるの？
かのシェイクスピアも言っている。怪盗といえばマジックだった。言ってない。絶対シェイクスピア言ってない。そっか、そうなんだね。そういうことさ。今はそれより怪盗の企みを阻止する方が先決だろ。そうね、早く行きましょう。待って、私も。行っちゃった。いやいやいや、お城を盗むって何？魔法使いやなんかじゃないんだから。ああ、私の思い通りに動いてくれたとはいえ、さすがの私もまだそこまではできないね。まだって何？まだって将来的に可能性あるの？人の可能性は無限大さ。しかし心たちがあれほどに期待してくれているんだ。どうにかしてその期待には応えないとね。まだやる気なんだ。そこまで無理しないでもいいと思うよ。ありがとう、美咲。けど大丈夫。私は無理などしていないさ。え？確かに、心たちの期待するものは難題だ。けれど、それを叶えようとすることを無理しているだなんて、私は思ったこともないよ。だって、期待が大きいということは、すなわち、ハロハッピーに対する信頼が厚いということだろ。私が演じた役に、それだけの信頼を置いてくれる。役者として、これほどに嬉しいことはないよ。だから私は、全力でその期待に応えたい。そっか。そうだね。カオルさんは、そういう人だったよね。ああ、これが瀬田カオルという人間さ。でも、美咲の気遣いも、私は嬉しいよ。それより、ほら、美咲は心たちのもとに。私はこの後、やることがあるからね。うん。頑張ってね、カオルさん。さあ、ハロハッピー、どこからでも盗みにいらっしゃい。ハグミたちが絶対阻止するよ。何度も言ってるけど、お城を盗めるわけないでしょう。このお城で一番大きいものの前、それって本当にこのお城そのもののことなのかな。カノンさん、確かにちょっと書き方に違和感ありますよね。じゃあ、お城の中の絵とか彫刻のことなのかな。大きいのもいっぱいあったよね。ええ、素敵なものばかりだったわ。でも、どれが一番大きいものかはわからないわね。大きな恐竜がいたらわかりやすいのにね。本物の化石とか。うわ、またスケール広げてきた。恐竜。もしかしたら一番大きなモチーフの絵や彫刻って意味だったりしないかな。一番大きなモチーフ？このお城の絵、人の絵が多かったよね。ええ。でも、どこかで違う絵も見たような。この絵のことだったんだね。うん。このお城で満月より大きいものの絵はなかったし、きっとここで間違いないよ。ここはフォルモント城。満月のお城。この絵を盗んだら、もしかしたら心たちの言う、この城を盗んだことになるのか。それなら、うん。大切なもの。多分この絵だよね。さあ、ハロハッピー！どこからでも来なさい！でもカオルさん、ここからどうするつもりなんだろう。まさか、本当にこの絵を盗むつもりじゃないだろうし。ん？今、
何か音がしたよね。うん、そこの花瓶の影から。見つかってしまったようだね。ハローハッピー、来ていたのね。まさか、ここまで早く手紙の謎を解くとはね。私は君たちを侮っていたようだ。ここは一時退却としようか。あ、待ちなさいハローハッピー。どっちに行ったの？あっち、マントの端っこが角を曲がってった。追いかけよう。もうどうしたんで、そんなに慌てて。カオルくん、こっちにハルハッピー来なかった？ハルハッピー？それならほら、後ろに。後ろね。あら、いないの？え？いや、ココロたちが振り返る直前までそこにいたんだ。ハルハッピーが消えちゃったってこと？きっとこれもハロハッピーのマジックね。カオルさん、さすが役者だな。なるほど、みんなハロハッピーを追ってきたということか。そこまであの怪盗を追い詰めるとは、さすがだね。ねえ、ハロハッピーの狙いはさっきの絵なのに、あの部屋を空にしちゃって大丈夫かな。あ、そうだね。それに、ハロハッピーの狙いが分かったなら、こちらから罠にかけることもできるのではないかい？ええ、ガノンとカオルの言う通りだわ。みんな、急いで大部屋に戻りましょう。うん。ここにカオルさんがいるってことは、まだ絵は無事なんだね。それはどうだろう。それは、怪盗ハロハッピーのみぞ知るといったところか。ああ、そう。それよりさっきのどういうこと？ハロハッピーを罠にかけるなんて提案して。そんなことされたらカオルさん捕まっちゃうじゃん。ああ、その通り。怪盗を捕まえることで、この舞台は幕を閉じるのさ。え？ココたちも言っていただろう。映画の探偵のように怪盗を捕まえたいと。ならば、私が捕まるという結末が必然だろう。いや、それは。ココロたちも、私が用意した謎を解くのを楽しんでくれている。フィナーレに向けて、胸が高まるよ。そっか。捕まっちゃうんだ。ありがとう、美咲。ここまでのショーを作れたのは君のおかげでもある。やっぱり君は私の最強の共犯者だね。ううん、私は手伝っただけだよ。頑張ったのはカオルさん。それよりほら、ココロたちのところに行かないと。みんなハロハッピーのことを待ってるよ、きっと。ああ、そうだね。それでは私はハロハッピーになる準備をしてくるよ。黒服さんいます？ちょっとお願いしたいことがあるんですけど。誰もいないようだね。この美しい望月はいただいていくよ。ハロハピ探偵団の諸君。そうはいかないわ！何？現れたわね、ハロハッピー。つまり、私が現れることを読んで、部屋に隠れていたということか。うん。ハロハッピーの狙いがこの絵なら、またハロハッピーはこの部屋に来るはずだもんね。だから、先に部屋に隠れて、ハロハッピーが来るのを待ってたんだよ。罠にかかったわね、ハロハッピー。今度こそ、あなたを捕まえるわ。さすがだ、ハロハピ探偵団の諸君。
ここまで追い詰められたら、もう逃げ場はない。潔く、負けを認めることにしよう。さあ、追い詰めたわよ、ハロハッピー。ハロハッピーを捕まえたら、はぐみたちの勝ちだもんね。さすがはハロハピ探偵団の諸君。潔さも、怪盗の美学さ。だから、おとなしく認めることにしよう。この勝負、私の負け。ふぅ、ふっは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 。え？この笑い声は。あっちだよ、部屋の入り口のところ。ハロハッピー？あれ？でもハロハッピーはここに。え？本物のハロハッピーはどっち？ふっふっふぅ、本物はこっちさ。罠にかかったね、ハロハピ探偵団の諸君。さすがね、ハロハッピー。でも本物のあなたも逃がさないわよ。ふう、私は簡単には捕まらない。なぜなら私は大怪盗ハロハッピーだからさ。それでは失礼するよ。いなくなっちゃう。みんな急いで追いかけるわよ。うん。待って、私も。あれは一体。カオルさん、美咲、一体どこに行っていたんだい。やっぱりみんないないね。ああ言えば全員私の方を追いかけると思ったんだ。部屋を出てすぐ隣の部屋に隠れて、みんなの足音がどっかに行ってから出てくるって、カオルさんが最初にやったパネルのやつの応用だけどね。全員美咲の方を？まさか、さっきのハロハッピーは美咲の変装？気づかなかったんだ。いや、ミッシェルの中身に気づかないんだから当然か。どうしてこんなことを。ショーはまさにクライマックスだったというのに。邪魔をしたって思わせちゃったならごめん。でも、私はこの終わり方、ちょっと違うって思ったから。違う？一体何が？カオルさんはさ、心たちが楽しめるようにって、怪盗ハロハッピーの物語を届けようとしたんだよね。謎を解いて、クライマックスで盛り上がって、怪盗を捕まえる。心たちが見た映画みたいな、笑顔になれる物語を。ああ、私が演じるハロハッピーを、心たちが求めるなら、私はそれに応えたかった。カオルさんらしいね。でもさ、終わらなくてもいいんじゃないかなって。え？ハロハッピーは映画の登場人物みたいな架空の存在じゃない。だからわざと完結なんてしなくていいんじゃない？登場人物じゃない。うん、心たちにとってハロハッピーは生きてる人。生きてるんだからそんな都合よく終わらない。続いていく心たちの信じるかっこいい怪盗は簡単に捕まらないんだよ。ほら、カオルさんにはまだやることがあるでしょ。はあ、そうだね。怪盗ハロハッピーを待っている人たちがいる。ならば、私は。いないね。もう逃げちゃったのかな。はあ、みんなこんなところにいた。
走り回るから見失いそうになったよ。美咲ちゃん、よかった、交流できて。ハロハッピー、どこにいるのかしら。はあ、あっちだよ、廊下の奥。急いで追いかけよう。待ちなさい、ハロハッピー。おっと、追いつかれてしまったか。今回の勝負は引き分けのようだね、ハロハピ探偵団の諸君。ふふ、逃がさないわよ。ここでハロハッピーを捕まえたら、あたしたちの勝ちだもの。案ずることはないよ、心。これはしばしのお別れさ。諸君らが私を望むなら、私はまた現れよう。必ずね。では、さらばだ。消えちゃった。これは、逃げられてしまったようだね。カオルさん、さすがの早着替えだね。おや、何のことで？さあ、何のことだろう。私たちの乾杯ね。うん、まさか大部屋に現れたハロハッピーが偽物だったなんて想像もしなかったよ。大切なものは盗まれなかったけど、今回はハロハッピーの勝ちだね。うん、本当に映画の登場人物になった気分だったよ。私たちの負けか。カオルさんの予定してた台本から大きく変わっちゃったけど、心たちも満足してるし、まあいっか。ねえねえ、二人とも見てて見てて。諸君らが私を望むなら、私はまた現れよう。必ずね。まあ、ハロハッピーのまねっこね。うん、この言葉すっごくかっこよかったんだ。はぐみも言ってみたいなって。なら私もやってみるわ。私は簡単には捕まらない。なぜなら私は大怪盗ハロハッピーだからさ。ココロン、かっこいい。悪気はないのわかるけど、結構恥ずかしい。エンターテイナーとしては光栄なことさ。私たちの言葉が誰かの心をそれほどまでに動かしたということだからね。やっぱ私には裏方の方が合ってるってことか。そうだわ。探偵さんになるのも楽しかったけど、次はハロハッピーと一緒に怪盗さんになるのも楽しそうね。わあ、はぐみもそう思う。ハロハッピー、次はどんな楽しいことをしてくれるのかな。豪華客船、お城なら次は飛行機とかかな。あ、それも映画で見たことあるよ。最後に怪盗さんがパラグライダーで逃げてくの。なるほど、パラグライダーか。あー、カオルさん、それはその時になったら考えましょう。ああ、そうだね。どうしたの、カオルさん。いや、次は何が起こるのだろうと笑う心たちを見ていたら、美咲が正しかったのだと確信が持てたんだ。もしもハロハッピーが捕まっていたら、次はなんて笑い合えなかっただろうからね。そういうこと。捕まっちゃったら続編も作れないでしょ。ああ、その通りだ。一度はこの手で物語を終えようとしたのに、今となっては次の幕開けが待ち遠しいよ。そうだわ。次の新曲は怪盗ハロハッピーの曲にしましょう。え、
次の曲、ハロハピ探偵団の曲にするんじゃなかったの？そのつもりだったけど、変えるわ。だって、ハロハッピーのことを考えると、とってもワクワクするんだもの。このワクワクを曲にしたら、とっても素敵なものが出来上がるわ。うん、はぐみも賛成だよ。とっても楽しい曲になりそう。いや、みんながいいんならいいけど。私も賛成だよ。心なら素晴らしい曲を作り上げるだろうね。決まりね。この曲をみんなの前で演奏するのが楽しみだわ。カノンさん、どうしたんですか？あ、ごめんね。なんだか新曲がハロハッピーに盗まれちゃったみたいだなって。新曲が？うん、私たちにとって曲は大切なものでしょ。だからそうなのかもしれないなって。そっか、ハロハッピーが言ってた大切なものは、はぐみたちの新曲だったんだね。さすがハロハッピーね。見事に盗まれてしまったわ。うん、すごいよハロハッピー。あー、カオルさん、ずいぶん満足げな顔してるけど、まさか最初からそのつもりで？つまり、そういうことさ。本当かな。まあ、そういうことでいっか、今回は。また会えるのが楽しみね、ハロハッピー。